ねえ、もう本当に OBS は嫌だね。にゃハロー。にゃハロー、にゃハロー。マイク大丈夫？よかった、よかったよ。はい、ということで皆さんこんにちは。こんにちは。土曜日の2時からの予定だったが、OBS ちゃんが不機嫌を起こして、今に至るという。待っててくれてありがとう。ほい。あ！待たせたな！待たせたな！待たせたな！これを言うためだけだったのか？マイクが使えなかったのはこれを言わせるためだったのか？待たせたな。はい、おはこんばにちは。おはこんばにちは。はい。ということで、よかったらね、もう一度拡散してもらえたらとっても嬉しいです。枠を取り直したから、URL が変わってるんだよね。そう。よろしくお願いします。はい。いやー、遅かったじゃないか。もヒーローは遅れてくるって言うでしょ。そうそう。ということで、今回はですね、こちら。ビヨーン。ビヨーン。メタルギアソリッド、ザ・ファントム・ペイン？メタルギアの5かな。やっていきたいと思います。ミコね、メタルギアシリーズ結構好きで、一番最初の顔がさ、モザイクがかってる時、PSP じゃない。PS、丸いやつ、あれをね、ミコはね、知ってるわけよ。触ったこともある記憶があるが、ミコは幼いからわからん。わからんがね。あとね、PS2 のメタルギアがすごい好きだったなって印象です。なんかね、カメラが撮れたシリーズがあったんだよ、確か。あれがね、ミコはね、一番好きでやってた記憶がある。ま、でも、そんなにどっぷりは浸からなかったんだよ。そうそう、ミコがね、ちっこい時にやってたから、あんまり覚えてないんだけど、カメラが使えたことだけは鮮明に覚えているし、エロ本を拾わせて、こう、不意をついて、倒すとか、そういうのはなんかやった気がする。うん。あれは最高だった気がする。知ってますかね？メタルギア。やってる兄貴とか結構多いんじゃないかな。ねえ。メタルギア。スリーか。ピースウォーカーか。ねえ。カメラが楽しかった。この、メタルギアソリッドは、知らない方はね、知らない国民はいるのか？わかんないけど、これは、なんて言うんだろう。隠れて戦うゲームなんだよ。隠れて戦うゲームなの。ステルスゲームってやつ。ステルスゲームってやつ。そうそうそう。だけどね、ミコはステルスが苦手だから、どうなるかはわからん。まあね、この、メタルギアソリッド5をやった人、まあわかんないと思うけど、負け続けると、ひよこキャップとか、鶏キャップ、チキンキャップっていうのをスネークが被るんだよ。被りますか？みたいなものが出てきて、ミコは一度それをやった時に、ひよこまでランク下げられたっていう思い出がある。そう。まあね。それを、知ってる方はいると思うんだけど、ミコすごい自慢げにずっと話してたんだよね。だから、
一回やってみようかなと、みんなの前で猫がどんだけ脳筋なのか、どんだけスネアコが可愛らしい姿になるのかをお見せしたいと思います。はい、それではやっていきましょう。メタルギアソリッドファントムペイン、ほい、よいしょ。ねえ、何かを察したということ？この作品はフィクションです。ねえ。ちゃんとね、ちゃんと、なんかね、友達に借りて、わ！操縦不能、操縦不能。うるさい？このさ、このおた魂みたいなロゴかっこいいよね。すごい。なんかこう、人は国に住むものではない。国語に住むのだ。国語こそが我々の祖国だ。ルーマニアの思想家。国語か。ニコねえ。あんま覚えてないな、ストーリー。なんか、友達がやってたのを借りてやったぐらいなんだよな。で、ひよこキャップになったぐらいなんだよな。ねえ、映像かっこよすぎるよ。ビデオだ、ビデオ。なんか、最近のゲームはさ、こう、本当にどう作ってるのかわからんよな。肌質とかすごいもんね。なんだこのビデオ。おぉ。コナミさん。小島さん。秋尾。大塚明夫さん。待たせたな。杉田智和さん。それでも銀玉ついてんのか。すごいね。なんか、おしゃれだね。メタルギアのさ、こう、BGM すっごいよね。かっこいい。スネークトゥントゥントゥントゥトゥラトゥントゥントゥン。にゃはろー、にゃはろー、こんにちは。土曜日お過ごししてますか？みこね、二度寝したよ、二度寝。昨日夜遅かったから。あうらう、ちょいちょいち。あう、だよ、どう、わうらうわう、うい。あ、動かせる。お、あ、エッチだ、お胸だ、お、ほ、お、お、エッチだ。にゃはろ、きょの先生じゃいと。ありがとうございます。後輩に田中さん、ありがとう。うん。スネーク!わ、エッチだね。あ、動かせる。あ、金髪の看護師さん。いや、白衣の天使だね。お胸大きいしな。あれは D あるぞ、D。なに？すごい。おー。都会に来た田舎っ子みたいな感じにしてしまう。お！金髪の美女、ぼやけてるからかな、美しいな。あ、かわいい。おはよう。おはよう。起きてるよ。おはよう。あ、綺麗なお姉さんだ。あ、
なんだ？病院に寝てたのかな？こちらスネーク。こちらスネーク。ルイが目覚めた。かっこいい。バーチャル。バーチャルが目覚めた。V って VTuber の V？ V has come to。おー、ということで、おはこんばにちは。おはこん、にゃはろー。さくらみこです。さくら、さくら、みこいじゃです。はい、ということで、メタルギアソリッド。5 The Phantom Pain やっていきたいと思います。よいしょ。あ、このね、ポンって音がいいよね。ゲームスタート。ぷぷ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 、この音がいい、懐かしい。ゲームスタート。5、赤泉。赤泉。序章覚醒。赤泉。聞こえてますね。あ。声がうまく出せませんか。ハゲのおじさんだ。動かせますか。うん、動かせます。聞こえていたら、うん、うなずいてください。うん、動い、うん、聞こえているぞ、ミコは。聞こえている。上を向いてください。うわ、天井だ、見えてるぞ。うえ、では、うん、どうですか。どう話せますか。どうですかって。あ、あなたの名前は。生年月日は。桜美子。覚えていますか。3月5日生まれ。最近18歳になった。名前を入力してください。使用できる文字はアルファベット及び一部の補助記号付き文字です。なるほど。ネーム。おー。さくらみ、間違えた。さくらスペースみー、M って、大きい文字、大きい文字ないのかな。大きい文字ないのか。いっか。みー、こ、いいかな。さくらみこ。マッチ。オッケー。どうも。綺麗だな、やっぱグラフィックが。ああ、落ち着いてください。わ、あ、焦ることはありません。あ、すごい。あなたにお話があります。すごい。ですか？なんかズームできる。ズーム。落ち着いて。ズームが落ち着いてって言われた。あなたはずっと昏睡状態だった。おお、おお。どれくらいの長さか。あなたが眠っていたのは9年です。なるほど。まずい。あ、9年も何もしてなかったなんて。あ、かわいい、かわいい、かわいいよ。落ち着いて。ちゅ、落ち着いて。かわいかった。かわいかったんだよ。大丈夫。
可愛かったの。可愛かった。そうです。人工手おじさん。人工手おじさんだ。気分はどうですか？あ、胸元が、胸元が、すごい。その下は何を着ているの？外国の人はノーブラだって聞きました。あなたが覚醒してから1週間。今日は体を起こしてみましょう。お、ナース。ナースがやってかいの。大丈夫。あ、筋力は衰えていますが、昏睡中もマッサージや CPM に加えて筋肉保持の EMS を続けていました。なるほど。さて、これからあなたの状況を説明します。落ち着いて聞いてください。おあなたは9年前重傷を負いました。お大きな爆発で。なるほど。救出された時あなたの体には108個の破片が刺さった状態でした。なるほど。金属片だけではなく人の骨や歯までもが体内から摘出されたビールかな。ほとんどは取り除かれました。ですが一部の破片はまだ残っています。破片？破片って何？あなたの心臓近くと頭部のものです。心臓にもあるの？あ、安く触らないんですぐ好きになっちゃうから。ニコ、どちらです？ちょっとごめん見てなかった。わあ、かっこいい。鬼みたいになってる。脳内出血を起こし、わあ、おそらく死に至るでしょう。マジか。記憶障害や機能障害、それは残ります。お、ありがとう。と言ってもこのままでも生命に危険はありません。あ、いいね、同じが。なるほど。大丈夫ならいいんじゃないかな、やっぱ。これが今のあなた、あなたの姿です。どれどれ？実際に見てください。はあ！遅かれ早かれ、いつかは受け入れないと。気持ちはわかります。ですが自分の腕を…さくら、みこ、腕が！確かめてください。腕が！さくら、みこ、うまい。腕が！腕か。こんな腕大したことない。お前が無事でよかった。そう、そうです。腕がなくなっちゃってたのかね。え、落ち着けミコって。患者が危険だ。何、どういう、オペの準備をしてくれ。どういうこと？オペの準備をするんだ。こそこそ話さないで、ミコの前で。そう、あなたの覚醒を望まない者もいる。なんで？死んだはずのあなたが生きている。それが外に漏れた。あなたは世界中から狙われる。今すぐ顔を変える必要があります。マジか。そうでないと生き残ることはできないのです。マジか。あなたを広い世界に出す前にやらなければ。もしかしてミコが大好きなキャラメイク来る？キャラメイク来る？もしかして。あ、わあ。あなたかっこいい。変えます。決め顔しちゃうもんね、鏡出されるとやっぱ。どんな顔しますか？ああ。やっぱひげは剃りたいよね。ねえ、かっこいいでしょ。お！